お久しぶりです。おはようございます。タイトルにあります通り、今日は、契約解除されたことをについて話そうと思います。昨日の出来事なので、なかなか整理はついてないですけど、話したいと思います。おとといですね、チームのスタッフから、連絡が来まして、おとといの時点で明日オフィスに来てくれっていうことを言われて、で昨日オフィスの方に行くと、スタッフ、女のスタッフが4人いるんですけど、まあどことなくなんかシビアな雰囲気を出してて、でタケもここ座ってくれって言われて、まあいつもなんかおちゃらけですごい仲良くしてくれてるみんなが、なんかいつもと雰囲気が違くて、まあなんかの冗談だろうなとか思いながら、で一人のスタッフ、女のスタッフが、作務を契約キャンセルするっていう話をいきなり持ち出してきて、えみたいな、また冗談言ってんのかなと思ってバーって周り見たら、女のスタッフも全然笑わずに真剣な顔してて、えマジみたいな話すると、詳しくいろいろ話されて、もう正直頭真っ白になって、でとりあえず一昨日、3日前ですね、チームのボスと監督と、スタッフ陣でミーティングがあったみたいで、でそこで決断されたみたいで、ブラジル人を除いては外国人3人とも、契約解除って形で、あとは若手のタイ人の選手が契約切られてたみたいで、でまあそれでも女のスタッフがまだ冗談だろうなと思って、すぐ、携帯取って監督に電話しようと思って、パッて LINE 遡って監督を調べようとしたら、僕のチームのグループ LINE の方がなぜか退会させられてたんですよ。と思ってパッてそのグループ LINE 開くと、監督から拓夢を退会しましたみたいな出てて、えこれマジやんと思って、ですぐ監督に電話して、その時は出なかったんですけど、数分後かけ直しが来てて、で監督と喋ったらボスと喋ってくれみたいな、俺はあんまよくわからんからみたいなことを言われ、まあ現実リアルに契約解除っていう方向で進みました。でボスにも連絡したんですけど、ボスは連絡がつかず、ちょっとまあオフィスにいると、マネージャーGM がオフィスに来て、でその GM は先週、チームを離れることになったんですよね。でその GM とこの間、契約更新、契約延長のサインをしてたんですけど、まあその GM がいなくなるってこと、いなくなるっていうか他のチームの、経営の方に行くってことで、離れるから、その GM はその3日前に行われたチームミーティングの状況が全く俺はいなかったんで全くわからないみたいなことを言われて、でまあ監督とボスでの話し合いなのか、その辺どういう経緯で僕を切られたのかっていうのは詳しいことは全然分かってないんですけど、まあ単なる自分の実力不足、実力があればまあ普通にブラジル人のように、契約は更新されてた、契約解除っていうことはなかったと思うんで、まあそこはしっかり受け止めて、新しいチームを探したいと思います。ってこうやって言ってるんですけど、まあ正直、まあ昨日の昨日起きたことで、まあ今現在も頭真っ白なんですけど、
まあ、しっかり切り替えてやっていきたいと思います。まあ、昨日そのチーム離れる GM が僕に気を使ってくれて、夜晩ご飯、招待してもらって、でチームのサポーターの方たちも何人か来てくれて、晩ご飯食べさせて一緒に食べさせてもらったんですけど、まあ、帰ってきてなかなか寝れない状況でした。はい、まあそんな感じで、また新たなチームを探さないといけない状況になりました。この経験をしっかり前向きに捉えて、次につなげられるように頑張っていきます。はい、今日はこんな感じですね。いやー、昨日は衝撃でした。はい、まあこれを記録として、YouTube に上げさせてもらおうと思って、今日朝一で今撮りました。ありがとうございます。以上です。